あ、こんにちは、スイカです。今回はですね、種族地ポッポのポケモンたちで、レートに潜っていこうと思いまする。性質はもちろん、ポッポ曰く、ハガネール。この3匹で。そして、今回の構築としては、とりあえず、メガポッポまでつなげ、メガポッポで、3立てを測っていこうという、そういう作戦で、行っていきます。よろしくお願いします。なんか相手もよくわからないパーティーですね。なんかレート3桁にしてはさ、珍しく相手さん全部レベル50統一じゃん。逆にさ、ここのレート帯になってくると、レベル50で統一されてることが珍しいねんけど。まあ一回行ってみてくださいよ。ほんまにさ、レベル49とかさ、35とか、ほんまその辺のなんか中途半端なやつ、結構多いですからね。さあ、ここはもう、いや、言うてね、レート3桁の危険外なんてね、アイスハンマーなんか飛ばしてくるはずがないんで、この特防特化、イワークで、おそらく、氷特殊技、冷凍ビーム。あ、惜しい！おい、結構食らうやんけ、しかも。思ったより食らったな。ちょっとイワークは、想像以上に仕事ができなさそうなんで、まあ、ここは仕方なくステースロックで退場せざるを得ない。お？おお。なんやろ、猫の手とかしてくるんかな。まあ、どちらにせよ、いわく、挑発を覚えるのが結構優秀なんで、挑発でいいですね。催眠術かな？猫の手っぽいけど。とりあえず上は取れましたね。トリックルームもあるかな？はあ、なるほど。じゃあ、ここは、ドラゴンテールでいいかな？言うて相手、なにそれ？子守歌型、スリーパーか。じゃあ、これ、性犯罪者型スリーパーじゃん、これ。おい、そうやってさ、甘い口車に乗せて、幼女誘拐するんじゃねえぞ、お前。やばいやつ来てんけど。いや、ここはとりあえず、爆発でいい。何してくるかわからんけど。じゃあな！ほわー！ちなみに、アズマを倒せんの。弱っ！え？そりゃポッポってバカにされるわ、お前。え、ここの角でつく、美味しくない？これ、もらいますよ。いっちゃうよ、俺。そう、今回、オウム返し Z です。これで、角でつくを、ウルトラッシュアタックすることによって、そう、本物のオリジナルポッポが、強いっていうことを、ここでね、改めてお見せしますよ。さあ、攻撃が2段階上昇し、角でつくって、Z 技にしたらどれくらい入んや？てか、角でつくって威力いくつ ?40 くらいやったっけ、あれ。30か40やんな。あれ、2ドラン、オスメスが覚えてるイメージしかないもん。あ、強い。明らかに、イワークとかいうクソ雑魚ポッポ未満のポケモンと違って、ポッポの本物ポッポやったら、純粋に火力がありますね。ここオウム返しでいいか。うん。これも、3立てきたんじゃないの？だってこれ角でつく連打した価値なんじゃないの？これも。あら？あ、そうそう、間違えた！そう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 ！相手が、最後に使った、技を、もうわからんわ。多分俺、塩まねっこと勘違いしてるわ、これ。あれか。オウム返しって、敵倒してしまったら、あかんや、これ。完全に、にわかさらしてしまってんけど。おい、メガポッポ、メガ進化だ！キラン！いいね。黄金にときめいてる。ポッポ色。いいですね。このね、ポッポの黄色い部分と、このポッポの白い部分のね、組み合わせて、これがね、ポッポ界の最終形態でございますよ。この、ケケンカにごときの鉄コブコイのグローパンチ。この程度しか、食らいませぬな。そして、攻撃を捨てて、特殊に、シフトチェンジ！相手は死ぬ。
え？砂の力で剥がれタイプの威力上がってるはずなんですけど、おかしいですね。あれ？もしかしてメガポッポって攻撃だけじゃなくて特攻めっちゃ低い？お前もしかして特攻も種族値ポッポレベルやったんか？そんなはずないよな。ほら、え、弱っ。え、何メモリ入った今。これ身代わり、あ、やばいってあれおかしいな。あ、でも確かにスリーパーって結構耐久高いんですけど、それでもさ、ハガネールのタイプ1の 1.5 倍とさ、あと砂の力の 1.2 倍か 1.3 倍、いや、これだけやったら普通に突破できてもおかしくない火力はあるはずなのに、なんでこんな差がついてしまったんですかね。これラスカじゃ絶対落ちひんな。俺絶対大丈夫の力でいいわ。爆発は負けるからね、ここ。甘えたらあかん。かわせ対戦、ありがとうございました。まあ、メガポッポの特攻は、メガ進化前のポッポと同程度っていうことが、これでわかりましたな。またなんか個性的なパーティー来ましたね、これ。そう、これが本来の、レート3桁台の姿ですよ。さっきの人は、レベル50に固められてたけどさ、なんか、安納の隣のポケモンとか、明らかになんか46って書いてあるでしょ。これが僕の知ってるレート3桁の世界だわ。もう、デデンネ多いな、ほんまにもう。デデンネのレート3桁界のテンプレもね、そろそろ抑えるところをちょっと集計した方がいいかもしれへんな。マジで無限におるね、こいつ。さあ、地底ミラーになりましたけど。また合コン会場かよ、お前もう。ステーショック巻きます。挑発やめてね。まあ、こういうことも、あるよな。じゃあ、ドラゴンテールで、頑丈は潰すだけ潰しましょうか。後ろと誰がいんやろ。アンノーンとカラサリスかバイルとかわからん。カラサリスかな、あれは。まあ、誰でもいいねんけどさ。俺、未だにさ、カラサリスと、マイルドの違いよくわかってへんわ。これなんか、マイルドっぽいな。だから目がさ、眉毛、まつげか。まつげが、ギザギザしてるやつが、カラサリスなんでしょ、確か。で、なんかさ、丸っこい、目ん玉してたら、何それ。目ん玉してたら、マイルドやった気がすんね。確かな。俺の過去の記憶。もうレート3桁で、養われた、このね、目の力でね。うわ、もうなんかこのパーティーさ、なんかポケアカっぽいパーティーやな、これな。ほんまに。グラの土豪部とかさ、あとなんか、バッチのイワークみたいな。ありそうやねんけど。バッチのイワークありそうやねんけど。あ、じゃ、まあなんでもいいわ。最近、ポケモンのツイッターアカウント、ポケモン実況者のツイッターアカウント、最近なんか、メンヘラっぽい人が増えてきた気がするけど、気のせいかな。なんかタイムラインがさ、だいたい、メンヘラっぽいツイートで覆われてるけど、最近のポケモン実況者、なかなか、やばいと思うねんけど。風俗で盛り上がるし、なんか出会い系で盛り上がるし、なんとも言えない気持ちになるよね。ああ、わかるか出てんねん、お前。俺の気持ちが。ま、お前にはわからんやろな。後で潰そう。その空間やめて。はい、ハガネールいきます。ま、これは、もう、ハガネール、そうね、砂嵐して、大地の力打ってって感じで。それで、全然良さそう。ハガネールじゃない、メガポッポですね。メガポッポ。いやー、いや、体格差ありすぎでしょ、これ。出てんね、15匹分で、ようやくさ、
ハガネーレの体型ぐらいになるんじゃないこれもう。メガ進化したら20匹ぐらい必要になりそうやな、これな。え？ノーマルゼット？え、なんかあったっけこいつ。攻撃？煽ってんじゃねえぞこのクソガキが。叩き潰しては分からしてるわお前も。その煽り行為、万死に値する。お前はもうアズカバンに永久追放や。二度とレートで戦えない体にしてやる。おら血の底で這いつくすまれ。うわーだまね。なんか俺さ、めっちゃデデンデンのことディスったらさ、その動画投稿して1時間ぐらいでさ、チャンネル登録者数が減少すんねんけど、もしかしてやけどさ、みんなデデンデンのこと好き。俺なんかそんな、あ、でもこれで大体技割れましたね。蒸発2本バレー、ロックカット、独特？蒸発、ロックカット、まあ何でもいいわ。まあ何でもいいからもうここのトンボがいいですね。うん。まあそういうことですよ。早いな、お前。え、最速こいつ。ポップより早い。イワークなんて、素敵やん。じゃあ、ここ、行きましょうか。ハガネイル。ここは、十中八九相手砂嵐読みで、挑発飛ばしてくることは間違いないんで、ここは、おとなしく、大地の力で、応戦していく感じで、やっていきますわ。あ、ラスカより大地の方が来るやもんね、これね。大地で。さすがに、イワークっていうポケモン、特防がスカスカなんで、このポッポレベルの特攻でも大地の力で飛ばせるはず。分からせましたね。お前はまだ発展途上国や。お前まだブリックスや、お前は。せめて G20 まで名乗ってこい。どこおめ。さあ、問題はこいつやな。日本バレターンが、ちょっと確認していきたい。いけるんちゃうこれ。え、これ、おばひ返しで勝てへんか？ポッポのおばひ返しで。それで、行くしかないな。あ、ちょっと待って、上行ってその単調性。弱。え？いや、多分これは相手、日本バレー稼ぎな気がする。そうじゃないと、ここ、ね、敵討ち、打つ理由がないですからね、ここね。第一で。うん。じゃあ、ダイナミック、フルフレーミングを、この、ノーマルで、中途半端な、騒音ポケモンに、浴びせましょうか。名探偵ピカチュウでは、ものすんごくお前気持ち悪かったけど、なんかゲームの方でも、まじまじと顔見てみたら、なんかお前、豚なんか、なんか犬なんか、よくわからんな。やばいな、これ。こういう女子いますよね。目がギラギラしてて、口がめちゃくちゃでかいやつ。うん。で、そのくせ、なんか全然大食いじゃないみたいな。全然食べない。小食みたいな。いますよね。抑えて、わざと抑えてるんか知らないけど。え、弱。え、踏みつけたやるでしょ？これは、勝ったんちゃう？攻撃2倍で。じゃあ、このポッポ様が、ノーマル界で最強っていうことを、分からしてやるぜ！おら！対戦、ありがとうございました。このパーティー需要があったら QR パー載せます。あ、なので、高評価、まあ、300超えたら、QR 載せようかなと、思います。